東アジア E1 選手権、鹿島、トヨタに臨む森安ジャパンで初招集された注目ストライカーの FW 細山を20イコール柏が代表定着へ投手を見せた。細谷は今季 J1 で6ゴールをマークする活躍を見せてブレイク。2024年パリ五輪を目指す大岩ジャパンでもエース候補で、6月にウズベキスタンで開催された U23 アジアカップにも U から21日本代表の一員として出場。日韓戦でゴールを挙げるなど鮮烈な活躍を見せた。合宿初日となった17日にオンラインで取材に応じた細谷は、 A 代表は目指している場所なので、この E1 でしっかり爪痕を残して、また次に呼ばれるように結果を残したいとやる気満々。決定力に期待が高まる中、最低限1点を取れるように頑張るとゴールを宣言した。 A 代表では初招集となるが、プレッシャーも威圧も違ってくるので、集中していつも通りのプレーをしたいと病状心を強調。万能ストライカーとして柏のエムバペとも称される細谷が森安ジャパンでアピールなるか注目が集まる。